長坂駅は山梨県北都市長坂町長坂上城にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO50。標高740メートルに位置する。開業時からスイッチバック構造を持つ駅であり、1966年の複線以下後は折り返し線を上下本線間に持つ巻き込み式構造の配線となった。 この構造は行き違う列車同士が、互いの進路を妨げが対理想的な形態で、日本では唯一のものだった。旅客列車のスイッチバック解消後も、貨物列車停車のために使用されたが、貨物取扱いの廃止によりスイッチバックは廃止された。現在、レールは、旧折り返し線と旧駅構内本線よりの一部に残り、保守用車の留置に使用されている。 かつては急行アルプスが停車していたものを全面特急化後も継承して、あずさの上り朝一本、下り夜一本が停車していたが、2017年3月4日のダイヤ改正により停車取り留めとなった。非電化時代、下り列車の機関車に対する給水は日の春駅で行われていたが、水田に大量の水が必要となる田植え時期には、 機関車用水の確保がたびたび困難になったため、長坂駅構内に、感謝飲用水の余りを用水する水槽と、降り列車停止位置付近に給水柱を設けて、日の春給水所滑水の場合などに使用し得る、予備給水所としての役割を果たしていた。北都市の代表駅にされているが、特急列車は、隣の小淵沢駅に停車する。 1903年12月21日に中央線の甲府富士見間が開通し、同区間には甲府、竜王、稲崎、日の春、小仏沢、富士見の各駅が設置されたが、日の春駅と小仏沢駅は駅間が 13.6km あり、八ヶ岳大地の両端に位置することから地理的に交通上の問題を抱えており、地域の産業経済の発展を望む人々は、 木材新炭などの搬出や地域で必要とする物資を搬入できる駅を望んでいた。1915年12月に日の春から小淵沢間への信号場設置が計画されたことを受けて、長坂上条区では停車場設置に向けての運動を開始し、1918年12月11日に12時44分ぎの上り列車を一番列車として、 開業を迎えた。長坂駅開設にあたっての地元の狙いは駅を拠点とした地域振興だった。これは日の春駅開設の際に日の春村長を中心として地域の旧家村が誘致を行った目的と全く同じであり、当時各村は日の春駅に向かう道路網の整備に多額の経費を投入している時期であったため日の春村長はもとより 各村長も前に立って、鉄道当局に請願することができない立場であり、必然的に、長坂上条区の請願委員会が中心となって、取り組みが進められることとなった。駅開業までの運動は、以下の通りである。駅舎計画では、新駅は、日の春小淵沢間新停車場と呼ばれていたが、駅の開業時期を報じた1918年の会、中日法は、 鳥久保駅の開業期という表現になり、長坂駅という表現は12月7日、山梨日日新聞の新設停車場という記事で初めて登場している。当時の鉄道員の駅命名方針は、呼びやすいこと、古来からの通称で、響きが良いことであり、10月16日今日中日報の新駅名称選議という記事の中で、土地の名称にちなめば、 日の春村の旧長坂大日向に属するをもって、これを車鶴ツは問わず、しかれども、鉄道の航空関係よりすれば従来鳥保と、少子京まで通用しきた事実になしてこの名称も、妥当なるものあり、鉄道院にては、今日の方針として駅名は最も呼びやすくかつ古来の、名称を一般に、響きの大なるもの選ばんとする意味もあり、鳥保は名称を振るわず、むしろ、 変味駅ないし奥、変味の名称を付するが、徹底的方眼的の公名称ならずやとの論議も、ありせっかく戦議中とのことだと報じられていることから、開業2ヶ月前の段階で、駅名は未定だったことが伺われる。長坂駅と決定された経緯については不明である。長坂駅の建設が進行していた時、長坂上条区では、開業によって駅前に人斗が集中し、 商業が発展することを見通して、共有地の有効利用を進めていた。駅前から道路を設け、1個分の区画を、道路の東側は、間口島藩奥行き15件、西側は、間口島藩奥行き10件として、移住希望者に貸し付けた。貸し付けに当たり設けられた、土地貸付並み移住者取扱い規定には、移住申し込みは転籍者を優先する、移住者は、 損者数計の意思として1円以上を奉納するなどの内容が定められた。同時に制定された管理人職務規定では、長坂上上区の管理人が借地人からは、毎月借地料を徴収して、その70%を共有金、30%を停車場発展策の経費として保管することを定めたのをはじめ、共有物件分割規定の制定も行われるなど、 計画的な街づくりが行われた。委員会による基本的構想はの3点だった。駅広場から本通りまでの道路は幅15メートルが確保されたほか、運輸関連業者の区域には、道路の両側に間口7メートル、奥行き15から22メートルの敷地49区画と、駅構内への貨物搬入路が設けられた。商店街区域の8メートル幅の道路は、 県道昇格の際に、当時の県道規格基準に合わせて6メートル幅に削られ、現在に至っている。残地となった2メートル分の用地は、道路速攻整備の際に売却され、整備経費に充てたと言われている。長坂駅建設費の寄付金額のおよそ3割は、諏訪聖市同盟事務所、丸も、片倉組、小口組、小沢組といった長野県諏訪軍の、 製紙工業関係者によるのものである。これは山梨県北部からの眉の買い付けと、製紙工場の労働力確保に期待してで、中央線はに必要な交通機関と位置づけられ、春と夏には甲府から製紙工場団体輸送列車が、諏訪地方に向けて仕立てられていた。長坂駅の開業後、駅前旅館は、県盤の上宿になったのをはじめ、駅前には、 地元事業家による丸中堅紙市場と丸友堅紙市場が1932年まで開設された。長坂の取引地は高値だという評判から、近隣は、元より遠くは、長野県佐久からも眉が集まり、市場への人々によって、駅前の商店街も、活況を呈することとなった。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。ホームはかさ上げされていない。 駅舎及び改札は崖上にあって、どちらのホームへ向かうにも折り階段を降りなくてはならない。小淵沢駅管理の無人駅であるが、駅及び駅周辺の美化活動を行うボランティアとして、JR 東日本 OB に名誉駅長を移植している。簡易水化改札機がある。JR 東日本によると、2000年度から2015年度の1日平均乗車辞任の推移は、 以下の通りであった。長坂駅停留所にいて、北都市民バスの路線が発着する。ありがとうございます。